皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今日はねドラクエタクトやっていきたいと思います。で本当はこの動画の前にどれだっけ、水着ジェシカとロトの勇者、こちらのが、ガチャ動画を撮ったんですけど、それがね間違って消してしまって、でかなり取れ高良かったんですけど、無事ねそのロトの勇者と水着ジェシカはゲットできたんですよ。そこはねちょっと動画としてアップしたかったんですけど、それがちょっとできなかったんで、今回はねこの水着の、セラフィーと、賢者、ドラクエ3の賢者とは、まあ神竜がちょこっとあるんで、これとそうですね、あとはジェムでどうしようかなってちょっと考えてます。じゃあとりあえず神竜行くか。まあ単発なんで期待はしてません。まあでも単発も出るときは出るんで、はい、3発。まあでも自分出したことは結構あるんですよね、単発で。まあ基本自分はタクトは無課金なんで、今までそうですね7000円ぐらいかな使ったの、1万は使ってないと思うんで。でもそれでもかなりキャラ集まります。集まるっていうか集まってます。自分の場合は本当運がいい感じなんで、まあこれいきましょう。ドラクエ3の賢者、結構これ無料配布、まあ交換チケットで当たるっていうのは結構多いんで、自分これはないでしょう。ないね。じゃあ次は水着セラフィー、あ、間違っちゃった。ハヌマーンもやりたいんだけどね、ちょっとね時間なくなっちゃうと思うんで、行きましょう。水着セラフィーサード出せるような気がするけど、弱いね。あ、どうだ、変わる。 A ランクだけ一応見よ、ま、見ますか。さあどうなの、さあどうなの、変わるの、違うってことはないか。今変わったね、あれまた変わったね。 A ランクがいきなり来たね。さあ行きましょう。どうだ、長いよ、通信が、通信読み込みが長いよ、長いって。あ、ベスは来てるよ。お、これ来たんじゃね。あ、あるある。さあこれがセラフィーなのか、気になるところだけど、まあ来そうな気はするけど、さあどう、セラフィー、なんだよ、いらない、エンペラーいらない。どうしようかな、セラフィーやるかジェム行くか。あ、間違った、ちょっと待って、あのねこれもあんだよね、これ2022、これが
アンルシアまで入ってんだよね。勇者姫アンルシアまで。どうしようかな。これお得だよね。しかも最初っか S ランクなんで。そうだよね。10連だけやるか、これ。そうだね。行きましょう。10連だけやりましょう。最初は S ランク確定なんで。30連も S ランク確定なんだよね。美味しいんだよね。とつるには。とつるには美味しいんだよね。まあワンチャンね、2体とか出る可能性もあるし。さあ何来る。新キャラ欲しいかな。あとはまあとつっても強くなるような。さあ何が来る。さあアンルシア。あ、そうだ、俺勇者姫アンルシア持ってねえんだ。え、持ってないっけ。あー持ってないか。そうだよね、ニューだもんね。そう、魔勇者があるんだ。うん、そうだそうだ、これは美味しい。ただアンルシアに結構ジェム使った記憶がんだね。どうしようかな。30年やった方がいいか。そうだね、この流れでは30連やりましょう。そう、30連でまた S ランク確定だから美味しいんだよね。お、金だけど。ワンチャン変わる？さあどう？ここは？ああダメだ。そうだね、ここまでやっちゃった方がいいね。30連はやった方がいい。さあさあさあどうなる？何が来るか。これは確定だから。2個ぐらい来てくれるといいな。道中変わってくれれば。さあさあさあこれは何が来る。オールゴテミール。持ってない。いいね、こういうとこで確実に新キャラを出していく。うん、これはさすが。いいねいいね、これはいいぞ。確実に補強できてるよ。で、あと10連できるんですけど、どうしようかな。水着セラフィーやっちゃおうかな。でもこれどっちみち後から取れるんだよね。それを考えると復刻の、まあいっか、これやろうか。最後これで締めます。セラフィーで締めます。ここで出したらすげえ。さあこれはスラクトいるよ。これ来たんじゃない、これは来たんじゃない。2個ぐらいあんのよ。1個。あ、あー、ええか。まあ道中ある。あ、どうだ、セラフィーじゃないの。さあ、なんだよ、煉獄長かよ。え、まあまあ出るね自分。くそー、セラフィー当たんなかったか。残念だ。
まあこんな感じです。ただね、新キャラも出たし、補強はされてます。でまたね、ジェムたまり次第動画出してくるんで、その際はねご視聴をお願いします。で今回もねご視聴いただきありがとうございます。で自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録の方もお願いします。